ちらでございます。ちょっとお待たせ、なんかちょっと贅沢すぎなんじゃないの。すいません、間違えました。間違えてませんよ。お入りください。そちらへお座りください。はい、おめでとうございます。あなたを私の妻にして差し上げます。これから仲睦まじく頑張っていきましょう。少々お待ちください。どういうこと？どうもこうもお見合いだよ。騙したの？ねえお姉ちゃん、なんでそんなこと。一教授の住職さんからどうしてもあんたとその方を会わせたいって頼まれたのよ。いきなり会った瞬間でつつまんとか言われて。それはまだ無理だよ。でしょ、だったらさ。やっぱいい頃合いよ。え、私結婚に焦ってないから。あ、そうだ、お隣の清水さんも呼んだ方がいい。待って待って待って、なんで清水さん呼ぶ。ちょっと待って、ちょっとよろしいでしょうか。ええ、私騙されちゃったみたいで、お見合いとは知らずちょっとホイホイ来ちゃいました。どうぞお座りになってください。方向性の違いって言いますか、家族との。美味しい食事が今から来ます。なんかバンドの会社の理由みたいなこと言っちゃって、趣味は音楽鑑賞なんですね。まあとにかく私まだ結婚するつもりがないので、本当にすいませんでした。失礼します。すいません。失礼いたします。お食事をお持ちいたしました。失礼いたします。失礼いたします。どうぞでは失礼いたします。いただきましょう。いや